タラモアはアイルランドのオファリー県の町である。1829年からタラモア醸造所で醸造されたアイリッシュウィスキーのタラモアデューで知られている。1570年代にオファリーに最初に作られたイギリスのプランテーションに始まる。1785年、タラモアの町は水素気球が墜落して火災が起き130軒の家が燃えるという惨事が起きた。 航空事故による最初の大きい災害とされている。この事故から後、街の紋章は灰の中から飛び立つ不死鳥のデザインが用いられるようになった。1798年にはグランドキャナルでダブリンと結ばれた。ナポレオン戦争時代の1806年にイギリス陸軍のドイツ人傭兵部隊とイギリス系不評連隊がタラモアデコゼリアへを起こし、 タラモアの戦いとして知られる事件が起きた。アイリッシュウィスキーのタラモアデューは1829年からタラモア醸造所で醸造されたが、醸造所は1950年代に閉鎖され、現在はミドルトン上流所で醸造されカントレルコクランで販売されている。バーン、マイケル、ザ、タラモアバルーンファイア、ファーストエアディザスターインヒストリーアーカイブド2012年3月26日。 アットザ・ウェイ・バック・マシン・オーハリーヒストリカルアーキアロジェクル・ソサイティウェブサイト9ジャニュアリー2007ウィッチ・インターンサイツありがとうございます